コリント書の第13章知ってるか？知らない。最高の道である愛。たとえ人間の不思議な言葉、天使の不思議な言葉を話しても、愛がなければ私は鳴るドラ、響くシンバル。たとえ予言の賜物があり、あらゆる神秘、あらゆる知識に通じていても、愛がなければ私は何者でもない。たとえ全財産を貧しい人に分け与え、たとえ賞賛を受けるために自分の身を引き渡しても、愛がなければ私には何の益にもならない。愛は寛容なもの、慈悲深いものは愛。愛は妬まず、高ぶらず、誇らない。見苦しい振る舞いをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人の悪事を数え立てない。愛は決して滅び去ることはない。予言の賜物ならば廃りもしよう。不思議な言葉ならば闇もしよう。知識ならば無用となりもしよう。我々が知るのは一部分、また予言するのも一部分であるゆえに、完全なものが到来するときには部分的なものは廃れ去る。私は幼い子供であったとき、幼い子供のように語り、幼い子供のように考え、幼い子供のように思いを巡らした。だが一人前のものになったとき、幼い子供のことはやめにした。我々が今見ているのは、ぼんやりと鏡に映っているもの、その時に見るのは顔と顔を合わせてのもの。私が今知っているのは一部分、その時には自分がすでに完全に知られているように、私は完全に知るようになる。だから引き続き残るのは信仰、希望、愛、この三つ。このうち最も優れているのは愛。お前はこんなセンテンスも知らない。あんな色欲博士と一緒に暮らしていたから、聖書のことでさ、ちゃんと把握してない。わかる？神様のこと何も知らないってことだよ。
たちはどこ電池くれよ電池ちょうだい電池をくれよ電池はどこ電池ちょうだいよどこ